ちは高槻市消防団です。今日はね、みんなに火事は怖いよということをお伝えしに来ました。人形劇です。では人形劇に出てくるお友達を紹介しますね。一番初めは高尾くんです。高尾くん、パンダちゃんの高尾くんです。かわいいね。次に出てくるのは毛吉くんです。毛吉くん、どこから、あ、左から出てきましたね。牛さんの毛吉くんです。次に紹介するのはぴょんたくんです。どこかな、あ、上から出てきましたね。ぴょんたくん、カエルちゃんのぴょんたくんです。次は高尾くんのお母さん、お母さん、あ、出てきましたね。右から出てきましたね。エプロンがかわいいですね。みんなのお母さんもエプロンしてるかな。高尾くんのお母さんです。この4人がお話に出てきます。それでは楽しく見てください。始まります。消防団の木。山のずーっと奥、動物たちが仲良く暮らしていました。山の真ん中に動物たちが目印にしている大きな欅の木がありました。子供たちもこの木の周りで遊ぶのが大好き。毎日のように走り回っていました。中でも特に元気いっぱいなのが高尾くんです。今日も学校が終わって友達のぴょんたくん、もうきちくんと遊んでいました。今度は虫取りせえへん？僕サッカーがええな。そこに仕事帰りの高尾くんのお母さんが通りかかりました。もう夕方やで、お家の人が心配してはるからみんな早う帰りや。母ちゃん、今日の晩ご飯何？高尾の大好きなカレーやで。ほんま？やった。ほなみんなバイバイ。また明日遊ぼうな。高尾くんのお父さんもお母さんも消防団員です。お父さんは夜遅く呼び出しがあって火事を消しに行くこともあります。お母さんは村のみんなに火事を起こさないように指導をしています。高尾くんも日頃から火事の怖さを教えられているはずでした。ある日のこと、友達と遊んでいるとぴょんたくんが言いました。今日夜になったらみんなで花火せえへん？子供だけで火遊びしたらあかんねんで。火遊びちゃうわ、花火やで。高尾は怖いねんな、弱虫やから。怖へんかったらもう遊んだらへん。わかったわ、行くわ。母ちゃんたちには内緒やで。になってしまいました。高尾くん、ほんまに子供だけで花火してもええんかな。花火持ってきたで。すごい、はよやろうやろう。一人一人花火を手に持ってライターで火をつけていきます。最初はこわごわ花火をしていた高尾くんもだんだん楽しくなってきました。でも火を消すための水も用意してませんね。大丈夫かなと
その時です。突然大きな風が吹いてきて、火の粉が木の葉に燃え移りました。わあ、大変や大変や大変や。三人は火を消そうと慌てて踏みつけました。ところが大きくなった火は毛吉くんの服に燃え移ってしまいました。熱い熱いわ、誰か助けて。びっくりしたぴょんたくんは泣き出してしまいました。どうしていいかわからない高尾くんでしたが、ふとお母さんの言葉が頭に浮かびました。止まれ、倒れろ、転がれ。そうや、毛吉くん聞いて。毛吉くんは暑さのあまり走り回って高尾くんの話を聞いてくれません。ぴょんたくんもずっと泣き続けています。毛吉くん、毛吉くん、火消さなあかん、お願いやから止まって止まって。高尾くんの声がようやく聞こえたのか、毛吉くんがピタッと止まりました。そうや、その場に倒れて、コロコロ転がって、火はそれで消えんねん。毛吉くん大丈夫やで。毛吉くんは高尾くんを信じて言われた通りに地面に倒れてコロコロ転がりました。するとどうでしょう、服に燃え移った炎が消えたではありませんか。ああよかった、ぴょんたくんは火事やって、大人の人を呼んできてくれる。うん、わかった、すぐ行ってくる。その後すぐに村の消防団が駆けつけて木の葉の火を消しました。毛吉くんは病院に運ばれましたが、やけどは軽かったんだって。三人はその後ものすごく怒られました。心配で駆けつけた高尾くんのお母さんは語り始めました。高尾は知ってる？昔この木の周りで大きな火事があって、たくさんの動物が死んだってこと。知らへん。山のみんなはそれを忘れたらあかんっていう気持ちでここに木を植えてん。そして木を見るたんびに思い出して子供らに伝えていこうって。誰が呼び始めたのか知らんけど、消防団の木って呼ばれてるんで。そうやったんや。せやから高尾ももう子供だけで火遊びしたらあかんで。わかった？うん、わかった。もう絶対せえへん。ほんまにごめんなさい。ねえ母ちゃん、僕夢できたわ。どんな？そして高尾くんはもじもじしながらお母さんにこう言いました。大人になったら母ちゃんたちみたいな立派な消防団員になんねん。お母さんは優しく微笑みました。消防団の木の周りで元気いっぱい遊んでいます。でもその木を見るたびに絶対に火事を出さない、改めてそう思うのでした。みんなも子供だけで絶対に火遊びしないって約束できるかな。そしてもしも服に火がついてしまったら、これだけは覚えといてね。止まれ、倒れろ、転がれ。最後にみんなで言ってみよう。せーの、止まれ、倒れろ、転がれ。おしまい。みなちゃんどうでしたか？花火は楽しいけど、子供だけで花火をしたら危ないっていうことが分かりましたね。もしも
服に火がついたら止まれ倒れろ転がれをよく覚えておいてね。それでは人形劇は終わります。静かに来てもらってありがとうございました。